札幌すすきののホテルで首を切断された男性の遺体が見つかった事件で、男性とともに入室した人物が部屋を出る際、女性と見られる声でフロントに先に出るという趣旨の電話があったことが新たに分かりました。現在も規制線がが張られてていいいまますす今白い防護服を着た捜査員が中へと入っていきます この事件は、おととい午後3時ごろ、札幌市中央区南8条西5丁目のホテルで首を切断された男性の遺体が見つかったもので、捜査本部は今日も午前10時ごろから現場検証を行っています。これまでの関係者への取材で、ホテルの防犯カメラには、1日午後10時50分ごろ、死亡した男性と一緒に部屋に入った人物が、 およそ3時間後に1人で出ていく様子が映っていたことが分かっていますこの人物が部屋を出る直前のおととい午前2時ごろフロントに1人で先に出るという趣旨の電話があったことが関係者への取材で新たに分かりました女性と見られる声だったということですさらにこの人物はホテルを出る際黒い大きなスーツケースを持っていたということです 警察は、この人物が切断した男性の頭部をスーツケースに入れて持ち去った可能性もあると見て調べています。